Mafuyu-chan. Hi. Nakameguro. Sugisaki-kun. Mafuyu-chan wa dokusho o keizoku shite kudasai, maru. Owari desu ka? Mafuyu-no-tan hitokiwa hayaku owarimashita yo ne. Sate, Chizuru-san wa... Mafuyu ni mo kiite kudasai. Mafuyu no koukoudo o ageru dame ni hanashikakemashita yo. Sou da na. Mafuyu-chan wo kouryaku suru tte kimetan da mon na, ore. その主人公が勇気を得た瞬間みたいな表情は真冬そんな覚悟の上に話しかけられたくありません普通がいいですじゃあ普通っぽく昨日こたつで寝ちゃってさ確かに普通ですでも先輩らしくありませんじゃあ真冬ちゃん今日の下着の色はらしくなりましたけどそうじゃないです先輩わかったじゃあ腹をくくって Mafuyu-chan, BL. やっぱ俺だけじゃなく、Mafuyu-chanもいろいろ反省すべきだと思うんだ。え、Mafuyu には何もやましいことはないです。そもそも Mafuyu-chan、男の人は苦手なんでしょ？だからMafuyu なりに男の人の生態を知ろうと頑張っているのです。BL読んでも現実の男性のことは少しもわからないと思うよ。エロゲで女の子を学ぼうとする先輩に言われたくないです。 しかし、エロゲの恋愛は男と女、ノーマルに近いのはこっちだ。恋愛に性別は関係ないと思います。そういう狭い視野はいけないと思います。秋葉原と東池袋の越えられない壁だよな。一種の近親憎悪よね。あれ、真冬どうしてこんなに熱くなっているのでしょう。いや、俺に聞かれても。真冬の趣味を先輩に押し付けてもしょうがないのに。いや、俺も悪かったよ。 でも真冬、杉崎先輩が BL